さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの焼酎無限白波のレビュー動画となります。こちらはですね、有名な白波シリーズの結構最新作になるんですけど、2019年から数量限定で出てまして、今年出るものなのかどうかがちょっといまいちわからないんですけど、一応そのような通年売ってるものではありません。土の中で糖化させた完熟芋が原料となってます。ではレビュー行ってみようと思います。まず開栓時は若干ワインにも似た香りがするんですが、芋焼酎としては不思議な香りです。味は透明感があって奥ゆかしいのと、苦味中心に感じます。お湯割りにするとパンチの効いた味に変化します。でそうですね、なんか飲んでる最中はちょっと青臭いと言いますか、芋臭さを感じますね。十日芋と聞くと吊るし屋長伝とかダイヤメ安田などの完熟系の芋を通な方はそのあたりを想像されると思いますけど、これに関しては系統はちょっと違いますね。完熟っていろんな意味がありますから、表現もバラバラになるとは思うんですけど、大きな系統で言えば全然違うものになります。苦味とか辛さも結構多いので、どちらかというと芋臭い焼酎をお探しの方向けかなという感じに思います。今回のレビューは以上になります。ご視聴ありがとうございました。